もある程度落ち着いてきたんで、引っ越しも終わったし。で、頑張れるってことですか。そうですね。じゃあ、このレッドブルーを、うまく分かりやすいように説明してください。ちょっと待って。Are you listening?はい、まあでもね、スピちゃんのレポーター力が低くて、あのアバロンのアキラさんが結構やる気あるのかって思って、これから実証していこうかと。レッドブルーでね、いや、僕はこれお酒で飲むのが一番好きですよね。お酒で割って飲むのが一番好きです。なんで出てこないですか、ごめんなさい。いや、いや、でもこれに関してはもう問題もいっぱいあるし、なんていうんかな、いろんな事例が出てるじゃないですか。そこでレッドブルをディスる、結果のレッドブルをディスる、ディスるじゃなくてね、やっぱもう俺が言ったらもう薄いじゃん、意見が。甘いとかなんか辛いとか、ね、そういう、それはもう翼授けられたっすけどね、そりゃ翼授けられたっすけどね、そりゃ翼授けられたっすけどね、そりゃ、え、わかりにくいっすね、俺振りに弱いんですよ、俺多分ね。大丈夫ですか、これで。え、大丈夫です。大丈夫じゃないでしょうね。今日帰ったらこれ乗りますよ。え、帰ったら乗りますよ。乗ります。あ、マジっすよ、ね、アップするんで。もう一回行きますもう心の準備ができてないんで、すみません、台本がいるんですね。台本がいいですね。じゃあ、いや、もう来年っていうか、ちゃんとね、今後はもうゲイルさんに任せっきりはダメだなと、じゃあいうところはあります。じゃあ、もう一つお題を出すんだけど、このまたどういうの12月の29日かな、30日かな、はいはい、まあなんかその宣伝を今してくれたらなっていう。やっぱ僕より DJ 歴長いじゃん。長いし、その説明ってのはやっぱできるやん。なんかピラクワリも昔したし、まあマタドールでは12月29日から29、30、31とイベントをやってます。クレイジーフライデー、クレイジーサタデー、カウントダウンパーティーと3連チャンでやってますんで、内容がね、ちょっと、まだ、カットだよ、これ。生中継も今後やっていくんで。これ生中継なんすか、これ。いや、生中継も今後やっていくから、やっぱ、喋るように。喋れるように。そんな喋れる人じゃないですよ、これ。酔っ払った時、バイク持ってめっちゃ喋ってたじゃないですか。いつですか、俺。ドルフィンが来た時とか。やってったっすかね、俺。やってたもん、酔っ払って。あとハロウィンの時もやってましたね。まあ、ノンアルですからね、今ね。昨日、おとついはもう怖いもう、二人がライブ配信っすか。え、ライブ配信しょ、俺。むちゃくちゃだから、ほんまに。まあ、マタドールでクレイジーサタデーのミーティングやってます。皆さん、毎週土曜日はマタドールでぜひお越しください。よろしくお願いします。これぐらいしかできないです、ね。まあ、さっきみたいな感じやってほしかった。なんかなるほどね。ジェスチャーとか入れて、ね、もっとその29日から31日までなんかあるっていうのをやってほしかったけど、やっぱり圧力がいるね。いや、もっと強い。言ってくれたらいいですよ。なんでこうこうとか、別に、こんな感じや。やっぱ例えばこのクレイジーフライデー警部の見てくれてるお客さんの感謝祭みたいな感じで、はい、やらせてもらおうかなと思う、はい、30日今夜土曜日クレイジーフライデー、はい、いつもスピチューブ見てくれてありがとな。これからもよろしく。